はい、皆さん、こんにちは、リキです。さあ、今回ですね、毎週やらせてもらいます。こちらの作品、負けヒロインが多すぎる負け犬の感想を撮っていいと思います。というわけで、今回は、先日お伝えました第11話の正直すぎる感想、一切忖度ない感想ですね。いつもしたら、もちろん、ありで話していきたいと思います。というわけで、僕にちなみに、負けに関しては、アニメ勢というこれ見させていただいております。という中で、まあ、前回もね、そもそも非常に面白かった、説明と、神回だと言ってた負け犬だったわけなんですけれども、今回の方がね、神回だぞみたいな、次回がもっとすげえみたいな、あの原作勢の方ですかね、コメントは結構来てまして、まあ、前回でね、原作3巻まで終わったかなって僕は思ってたんですよ。で、でもアニメ勢の方はね、いや、区切り一つついたなって思われた方ばっかだと思うんですよね。で、じゃあ次回まだ3巻続きがありますよみたいな話を聞いてですね、あ、エピローグみたいな感じかみたいな思ってたんですよ。ラノベって結構基本的にまあ、全部の章が最後エピローグでなんかちょっとね、あの、後日談とか裏話とかやって終わったりするのが多いんですけれども、そんな感じかなと思ったんですけど、じゃあ、そしたらね、次が神回とはならんか、みたいな。エピローグで神回ってそんな、そこまでね、1話に詰め、うまくいかないだろう、みたいな、思いもあってですね、どういう回が来るのかって、楽しみに見た結果ですね。まず、ネタバレなしの感想。結論から入っていきたいと思うんですけど、今回この負けん11話、見させていただきまして、ネタバレなしの感想。結論としましたら、正直ですね。またも神回来たー前回超えてたということで、もうえぐいわ、マジで。はい。もう泣いちゃいました。ちょっとね。今回はね、負けに関してもかなりの、まあもともとね、シリアスな部分とか、切なさ、まあ辛い部分とか出してくる、さっき言えば負けヒロインっていうのを目に置いてるからこそのストーリーっていうの多かったんです。今回ね、かなりシリアス要素もね、強かったんですけれども。いやー、刺さりましたね。刺さりました。相変わらずクオリティもえぐいですし、まあ構成としてももう素晴らしくてですね。キャラ魅力も改めて爆発しながら、今回のワンカットワンカットで、ね、ここのシーンめっちゃ良かったみたいなのもね、ありながらですね。まあ、ストーリーとしてもね、まあ、もうすごく面白かった。やっぱ、まあ、改めてこの、なんか負けヒロインだからこそ描けるストーリーでもあるし、素晴らしかったなと、思いましたね。めちゃくちゃ良かったなと。もう神回来たな、という。ところですね。まあ、現状すでにね、まあ、人気も爆発してる負け犬ですけどもね。まあ、最終回、まあ、次回最終回がですね、あの、原作者さんが、まあ、あの、原案というところの、オリジナルエピソードですね、やれるというところで、まあ、そこもね、また非常に楽しみだな、というふうに思ってるわけなんですけども、はい。まあ、次回ではね、その、原作ね、3巻完結までっていうのは何やるんだろうと、思ってたところでですね、アニメオリジナルストーリーというところでやれるそうなので、またね、これもね、非常に楽しみだし、何やるんですかね。はい、アニメオリジナルエピソード、完全新作ストーリーということなんで、なんかその原作のね、そのちょっとした短編なんじゃないかみたいな話もともとあったんですけれども、はい。まあ、最終回ね、これはまた、原作者さんがもうね、原案ですからもう間違いないかなというのも思いますし、まあ一旦ね、アニメとしてはね、一つの区切りとしてね、まあ今回は正直最終回でも全11話でも良かったんじゃないかなとも思いもあるんですが、まあ今次回ね、最終回、楽しみに見ていきたいなという感じでございます。はい、ということで。いや、すごかったですね。まあ結局、負けにはね、前章、第1章4話、第2章が3話、第3章4話というところですね。まあそういう意味では2巻も結構駆け足な感じもあったんですけれども、またこれはこれでね、構成の妙っていうのが効いてまして、今回もね、やっぱ、4話構成にしてやっぱうまさがね、もうすぐ出てまして、まあ、すごいね。この時やっぱまあ、負けんってまあ、ラブコメってジャンルっていうのかって感じもするんですけれども、まあ、こういうジャンルで、こんだけやっぱさ、可愛いとかさ、あの、なんかその可愛さで叫ぶとかさ、よくありますし、展開的に盛り上がるとかもあるんですけど、なんかこの作品はやっぱなんかこう、まあ、もちろんなんか学び的な部分もあるし、もちろんあったかさもあるんですけど、なんかすげえ刺さるなっていうのはね、毎回思ってて、いいですね。はい。だし、今回はやっぱコマリンがね、もうやっぱメインヒロイン。まあ前回もね、ナンバーワンだみたいな言ってましたけれども、まあ改めてね、感じた回でもあって。で、まあこのね、作品のマケインってね、監督さん、初監督作品なんですね、実はね。北村監督って方がやられてまして、で、これからね、制作進行上がりのね、北村翔太郎監督、の方みたいなんですけれども、もともとね、OLM さんの方で制作進行のキャリアを開始して、2018年にゾイド・ワイルドで演出家としてデビュー。本作で初監督を務めるという号で。コンテとかね、演出とかをまあちょくちょくやりながらってところみたいなんですけど、ついにね、初監督作品というところで、まあ原作付きのね、初監督作品ってやっぱ斎藤監督ですね、ボッツ・ザ・ロック、不創のフリーデンとかでもう大ヒット。もう本当今一番熱い監督というね、ボッツ・ザ・ロック2期は、不創のフリーデン2期は、はたまた新作かということで、まだ盛り上がりをね、見せてるところなんですけれども、まあこういうなんかね、最近、まあ、リコリス・リコイルもね、初監督作品だったんですよね、嵐監督っていうところで。
なんかやっぱこう、どのすごい監督みたいな方が出られててね、負けもやっぱ原作面白いのはもちろんだし、例えばボッツ・ロックとかも、ソーソー・ブリーニングとかも、尋常な原作が面白いわけです。まあ、リコリス・ゴールアニメオリジナルでまた違うんですけれども、でそれをね、やっぱりその、アニメ化するのって、まあ、必ずしもさ、うまくいくわけじゃないんですよね。やっぱ原作付きやっぱもちろん安心感はあるんですけれども、やっぱアニメ化によって、どうアニメ化するかによって、より、やっぱ、魅力って上がっていく。例えば、ボッツ・ザ・ロック、もともとやっぱ別に人気作ではありましたけど、あんな人気じゃなかったわけよ。まあ、それはやっぱもちろん、アニメならではの要素もあったんですけど、やっぱ、斎藤君の4コマ漫画ですよね、ボッツ・ザ・ロックって、ヒララ漫画で言ったら。うん、やっぱそれをアニメ化していくうまさとか。でも、やったら、マキヒロインが多すぎる。ラノベ原作です。ラノベ原作って基本的にアニメ化ものすごく難しいジャンルっていうことで、絶対原作カットが発生するわけです。今回も原作カットはもちろん、あると思います。ありますし、まあ、実際ね、原作ファンとかもいろいろ聞いてるんですけども、それでこんだけアニメの面白さを出して、もちろん、なおかつそのカットされた部分に関しては原作読みたいと思わせてくれる。というのも素晴らしいですし、まあ、映像面のこだわりね、ちょっとね、X とか見てびっくりしたんですけれども、こんな細かいところでこだわってたのかみたいなことがありましたね。監督が求めるリアリティラインに合わせるためというところで、つわぶき祭ですね。まあ、この先の文化祭みたいなところで、掲載されてるですね、文芸部の掲示物、新聞みたいなのあったと思うんですけども、あれが全部なんか読める形になったりとか、今回ね、コマリの部長会の書類とかもなんか読める感じだとか、作り込みがいいんですよね。やっぱ、こういう細かいところのこだわりがあるんだけどね、やっぱ面白さを生むのかなっていうのも感じますし、やっぱラノベ原作のアニメっていうのは基本的にやっぱ、アニメでしか見れない情景とか、もちろんその文章をアニメで表現したりとか、ものすごいやっぱ難しいじゃないですか。それをまず、ほとんど文章のアニメに起こすっていうのは難しいわけで。っていう意味でやっぱね、あれ、まあ、負けヒロインって当初はやっぱそんだけ注目されてたわけじゃない。今季やっぱロシテルとか相手に注目度が高かったわけなんですけど、こんだけやっぱ評価が高くなった、注目されてるっていうところで、やっぱ素晴らしいなって思ってますし、まあ、ぜひともね、2期も見たいなっていうところで、まあ、こんだけね、評価されてるんであればね、まあ、もしかしたらね、2期制作決定ぐらいまで行くかなっていうのは元々話してますし、円盤もかなり売れるんじゃないかって話はしてますけれども、まあ、すごいですね。頭でここまで見てもね。もう、ほんとまあ、もちろん、まあ、アニメ11話見てもね、面白くないから、一つも全部面白いですよね。全部面白いですし。まあ、もちろんヒロインのね、可愛さ。負けヒロインなのに可愛いっていうのと、あ、だから負けヒロインなんだっていううまさがね、共存してるし、大好きやっぱポップさ、笑いの部分とシリアスさの共存っていうのもまた素晴らしいですし、まあ、会話のテンポ感とかもすごくて面白いですよね。話聞いててもね。っていうところで。まあ、次回の最終回もまた非常に楽しみですけれどもね。まあ、日記ね、まあ、今回決まらなかった。としても、ね、円盤売り上げが後々決まってくるのも十分に、まあ、原作めっちゃ売れてますからね。はい、楽しみですし、まあ、やっぱ初監督さんの力っていうのもやっぱ大きいなっていうのを改めてね、感じた、マキン、でございました。はい、ということで。まあ、前回すでに良かったんですけどね、今回さらにこんなね、神回来るとはね、ちょっと正直予想、まあ、コメント欄でね、いただいてたんで、ちょっとまだ予想できたとはいえ、本来やったらもう原作さんが終わったぐらいしみ、あ、でもアニメ生の方みんな思ってたと思うんで、もうびっくりしましたけどね、これ、だからこれから見る方はもうビビります、これ。マジでハードル上げますけど。もうめちゃくちゃ刺さる回というかすごい回来てたんでね、はい、負けにおもれっていうのとキャラ魅力も改めて爆発しましたんで、ぜひね、ご覧いただけたらって、まあちょっとここからデバイの感想というかね、今回のお気に入りのカットの話とか、まあもちろんエピソード全体についてもちょっと詳しくね話していきますんで、ご注意くださいという、これ11話のデバイで話していきますというところで、あとネタバレの関数でタイトルの確かにサブタイム毎回最後の確かにこの上手いですね、この辺のやり方も改めて上手いなって感じです。はい、主題歌とかもいいですね。はい、ということで、これ、ナバリの感想に入っていきたいと思うんですけれども、ナバリの感想としてはですね、天然主人公爆弾ぬくみずくんやっとったなって感じです。いや、でもね、なんか、青春かよって感じでしたね。なんか、僕はなんか、すごいこの甘酸っぱい、なんか、青春の1ページを覗いたかのような、なんか、ぶつかり合いですよね。なんか、コマリちゃんあんな怒んのかみたいな感じもありながら、なんか本音のぶつかり合い。ぬくみずくんってさ、やっぱすごい優しいじゃん。彼ってものすごいやっぱさ、コマリちゃんにとってどうしたらね、いい形になるかなと思った結果さ、彼がこう、支えようってなって、もともとね、コマリちゃんの代わりに部長やろうとかさ、俺が読み上げようかって、コマリちゃん頑張る方向じゃなくて、本当はコマリちゃんはね、頑張りたい。でも、もっともっと読み取れていくと、一人でね、なんとかしないともっとみんな離れてっちゃうんじゃないか。だから自分が文芸部守るしかないんだっていうところに繋がって、今回その本音の引き出し、とか本音のぶつかり合いとか、そのコマリちゃんの本心を知った上でのぬくみつくの提案とか、最後のコマリちゃんのセリフとか、まあ全部良かったですね。だしやっぱこのぶつかり合いがすごかったですね。やっぱ人に寄り添うことの大切さっていうのはなんかものすごい僕自身もなんか改めて感じたし、あとカリスマコンサル柳ちゃんもね大活躍。まあ、でも大活躍ということで、
文芸部のためにコマリンがいるんじゃないと、コマリンは一人じゃない、だからみんなで支え合おうっていうところで、まあ、レモンじゃね途中で入ってきてね、やなみちゃん3人のショットめっちゃ良くなかった、もうあれだけ投げたんだけど、はい。で今回カジ様ね、カジ様なんであのお兄様大好きなのかみたいな片鱗もね、片鱗っていうかまあ明らかになっていくんですけど、ベーってやってるのめっちゃ可愛かったですね。はい。もうワンカットワンカットがねすごい印象深かったんですけど、最後ねコマリンのね頼むぞ新部長ってね、これまたね良かったですしね、はい。まあ2週連続ですね、もうコマリンのこうセリフで締められたわけなんですけども、まあこの表情の描き方毎回うまいですね。ヒロインごとの表情の描き方が素晴らしいなってのも改めて感じながらね、うん、柳ちゃんも確かにね毎回全部食ってます。気づけば食いまくって1個しか残ってないんですけどね、もう毎回食べて食べてなんか体重は3キロ増えたのか2キロ減ったとか、マスクの どこに減る要素があったのかみたいな感じだったんですけど、まだこれもね面白かったですし、はい。レモンちゃんとかね、みんな一人じゃないよ、コマリンはっていうところで、またね、これもすごい良かったですし、で、まあ、ぬくみずくんはね、ぬっくん、俺、ずっと一緒にいるから、告白しましたって。いや、これ、もう、コマリンこれ落ちるやろっていうぐらいですね、ぬっくんかっこいいですし、まあ、やっぱなんか、結局最終的に、まあ、その、ね、コマリンは文章で、まあ、自分はそういう、まあ、部長という形でね、発表とか、まあ、そういうの支えたいよっていうことで、話がまとまっていくわけなんですけれども、これってさ、最初、別に当初でやってるの変わんないわけですよ。なんか、革新的な解決策を思いついたわけでもなんでもなくて、最初言ったぬくみずくんが言ってた、その、まあ、やっぱ話すのやっぱコマリンって苦手なわけじゃないですか。だから、自分がそこやると、コマリンの文章とか好きだから、コマリンそっちで頑張ってくれっていうことを言うわけなんですけど、まだ、同じ、結果としては同じなわけよ。だから、コマリンちゃんが納得しただけの話に、見えるんですけども、そこにやっぱその過程があって、それがコマリンの本心であって、ね、ぬくみずくんのやっぱ、まあ、いろんな思いであって、彼もやっぱ部長が乱入してくるのすごいですよね。すごいなと思って、もうめちゃね、ペットボトルぶん投げられてましたけども、はい、またね、これの知りやすさはね、ひどいなる部長が進行ね、とんでもないなんかもう時間をしてるんで、みたいな、なんちゅうこと言う。田中さん頑張ってんのにね、部長頑張ってねぐらいでしょうね、何ですかあれはっていうまた感じだったしね、進行が押してるのは何もコマリンが悪くねえぞみたいなと思いながらですね、ぬくみずくん出てくんなみたいな、まあね、それは怒るよね、まあ、あれちょっとあれはね、なんかさ、まあそれコマリンがその例えばぬくみずくん助けてとか部長変わっててずっと言ってるキャラだったらそれあやったーで終わるんですけども、彼女なんとかの自分で頑張ろうとしてるわけで、だからそういう意味ではその頑張りを尊重してくれる必要やっぱあって、のあったんですけど、でもやっぱそのコマリンがなんで頑張ってるかっていうところにやっぱその方がすごいヒントがあって、またこれがねすごい良かったですし、ぬくみつくも良かったですね。やっぱそういう方をいろいろ向き合いながらで、最終的にやっぱコマリン一人じゃないんで、やっぱそこを伝えることの重要性というか、やっぱいくらさ文芸部にいたっていつか離れていっちゃうんじゃないかってコマリンやっぱ思いがあって、で彼女はやっぱずっと文芸部にいたからこそ、やっぱな部長というかそのこの部を守っていきたいって思い、部長をね守ってくれた、この自分は部長として守っていきたいって思いもあってね、本当は苦手なんだけど頑張ってるっていう側面があったわけじゃないですか。そこでしかもぬくみつくんどうしていくかっていうところで、やっぱ寄り添っていく彼がね、またね。これすごかったし、やっぱぬくみずくんとこのコマリンのやっぱこの関係性だからこそ生まれる今回のエピソードもあって、もともと感じてぬっくんに当たり強いわけですよね。でなんかやっぱそのぬくみずくんが主人公が思ってたコマリちゃんの像と本当のコマリちゃんは違ったわけですね。どっちも自分は一人が好きだと思ったんですけど、コマリちゃんは一人が好きなわけじゃないんですよね。やっぱみんな一緒にいてほしいんですよ。でもやっぱこの一人今頑張るしかない状況なんとかやってたっていうところで、そのコマリちゃんの本当のコマリちゃんみたいなのが分かってくる主人公でもあって、だからこそでも結果としては同じなんですけれども、それがやっぱその家庭を得たことによってもうすぐ面白さを増すし、コマリちゃんもやっぱ納得をして、やっぱお互いで、まあね、もちろんそのコマリちゃんにとっての本当の意味での友達でもあるし、仲間がね、ここで生まれるわけでもあるし、文芸部っていうのが本当にこう形としてできるわけでもあるし、部長の爆誕というか、いやー素晴らしかったなー、めちゃめちゃ良かったね、これもう、この、なんかコマリちゃんとこのぬっくんの会話、やっぱすごいこう、刺さりましたね、やっぱ、コマリにね、やっぱね、LINE の文章、まあ、あそこまでね、良かったですし、まあ、やっぱ、レモンちゃんとヤナミちゃんの3人のなんか表情が良すぎたし、うまかったです。やっぱ、宝石の中で表情が上手いんですよね。めっちゃ上手いですよね。この細かい表情の変化とかもすごいんですけど、毎回のこのなんか、すごい笑顔の感じとか、決まってる時の顔がね、うまって感じで、もう刺されますよね。まあ、今回のカジさんもしっかりなんですけれども、改めてね、最高すぎるなっていうのはすごい感じましたし、あー、すごかったね。めちゃくちゃおもろかったね。はい。ということで。痺れに痺れた、コマリン会、神会でございました。ということでね。いや、まだエンディング、またいいね。エンディングのね、まあ、映像も歌もまたこれがね、
いいんですけれども、もう完全にこまりちゃんメインヒロインっていう感じもしましたし、まあ通常で言ったらね、これやっぱぬくみずくんともこまりちゃんルートかみたいな感じになるわけなんですけども、まあそういう先にもそもそもないんで、いや、どう締めるのかみたいな、そもそも問題としてあるんですけども、またね、まあ次回最終回ですよね。まあ3人ヒロインね、それを活躍しながらの回になるのかなとは思ってるんですけれども、まあどうするのかなっていう感じでね、サービス会でなんか終わるような感じもしないんですが、ちょっとね、まあいろいろなんか、まあね、カレンちゃんともかなり味を出してきてる。カレンちゃんとソウスキ君がまた面白かったんですけれども、まあ、この辺なんかみんないろいろ出てくるとね、また面白いのかなと思ってますけれども、まずどんな話が展開されるのか、アニメ1話ですね。まあ、原作者さんで原案だからといって、ね、まあ、そのアニメでうまくいくかという問題はあるんですけれども、やっぱ本当にやっぱね、監督さんはじめね、この制作人、気合も入ってますし、アニメの、今のところアニメがめちゃくちゃ上手いですから、まあ、そういう意味で最終回もね、まあ、期待して待って間違いないと思いますね。次回も楽しみ。またね、感想とかも上げていきますし、引き続きですね、まあ、本日アニメ最終回出して、来てます。またね、来期アニメもどんどんね、近づいてきて、どういうのでいろいろね、動画も出していきますので、ぜひこの機に、チャンネル登録、こういうのもしてください。嬉しいです。ということで、すいません、ちょっとね、興奮すぎてね、早口、かなり早口だったら何喋ってるか分かんなかったかもしれないですけどね、すいませんでした。聞き取っていただきましたら大変嬉しいです。ということで、そんだけ、熱いね、興奮会というか、神回だったらということでございました。ご視聴いただき、ありがとうございました。